はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はドキドキするような車に乗りにやってきました。BMW のチューナーとしておなじみかと思うんですけれども、もっといろんな局面があるそうなので、今日はね楽しみにして、ご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはルピナの B3 のリムジンです。今回セダンタイプということで、かなりね、ちょっとトラディショナルな、そしてですねオーセンティックな形ですけれども、やはりアルピナらしいワクワク感があふれているんじゃないかなというふうに思います。今日はインテリア、エクステリア、それから使い勝手ご紹介してまいりたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さあ、それでは改めてエクステリア見ていきたいと思います。やはりですね、このアルピナの文字が入るだけでかなり押し出し感があってですね、やはり車好きにとってはドキドキするポイントなんじゃないかなと。3シリーズベースということもありまして、サイズはかなりお手軽で取り回しやすそうな印象もあります。で、このですね、3シリーズベースということで、340i をベースにしているんですけれども、このグリル関係はですね、ほぼこの 340i M340i ですねと同じ衣装を使っているんですが、このアルピナと書いたこのフロントのスカートの部分だけね、ここだけが、はい、オリジナルのそのアルピナのパーツが組み込まれているんだそうです。はい、それからですね、ここですね、これが通常のモデルであれば M340 であればこれはめ殺しになっているんですけれども、今回ですねこのインタークーラー増設をされているので、ここを生かしてちゃんとこうねパフォーマンスに生かしていると。こうなってくると走りに期待をねどうしてもしてしまうんですけれども、機能がねちゃんとこう訴求されていると心が沸き立つというかね、むしゃぶりしてしまうようなポイントでもあります。でそれからこれここなんですけれども、ほらちゃんとこうペイントとかじゃなくて立体的に文字がねこう作られていますので、すごい高級感ありますよね。洗車難しそうってつい言ってしまいましたけれども、まあ、これを乗る人たちは自分で洗車しないのかな、いやいやいや、こういうモデルだからこそ自分で洗車するのかな。この部分ですね、この部分だけがこうアルピナのパーツが組み込まれているということでした。はい、それではサイドに回ってみたいと思います。こうついゆっくりとじっくりと撮ってしまいますけれども、はい、サイドビューになってきますとですね、やはりこのデカールが貼られているんですけれども、これも非常にドイツっぽいですよね。このデカール、なんかドイツ人ってこう線のやつ好きですけれども、はい、こういうものが貼られていたりとか、やはりですねこの前後異形タイヤと、20本のスポークのホイールが非常に印象的なんですけれども、これ伝統的なね20本スポークのホイールがやはり入っていますけれども、それからですねブレーキも、これはですね実は3シリーズではあるんですけれども、パフォーマンスのためにですね7シリーズのブレーキを、採用しているんだそうです。というわけでよく止まりそうですけれども、見てこのこれよ、薄っタイヤ薄っ、大丈夫乗り心地って思っちゃうんですけれども、この薄さですよ。で前が255の30の ZR 20インチということでですね、いや本当にこれだけでもすごいかっこいいんですけれども、はい、後ろに行ってみるとじゃじゃじゃん、はい、ピレルの P0 ですけれども、265の30の20インチということになっております。すごいね、本当にちょっと圧巻ですよね、この薄さで、この薄さを覚えておいていただいて、ぜひ乗り味にご期待くださいというお話だったので、自信があるんでしょうね。この辺のお話もちょっと後でしていきたいと思います。はい、そして後ろに回っていきます。はい、後ろに回ってくるとやはり B3 のロゴとそれからアルピナのロゴが入ってきます。シンプルでねすごいおしゃれです。それから排気がですね、横に楕円のものが4本出しになっていて、これはですね元から全部マフラーが変更になっているんだそうです。はい、そして
馴染みすぎてて分かんないんですよっておっしゃってますけれども、ここにですねスポイラーもついてます。これもアルピナのパーツですだそうです。めっちゃ綺麗ですね本当に。ここのこのキュッとした形状が本当に綺麗です。美しいなと思いました。はい、というわけでですね一周回るとこんな感じになっています。いや非常にかっこいいです。いやこの絵がまずすごくないですか。まあやっぱりこう足元の美ですかね。足元が締まっているので非常にサイズ以上の迫力感、押し出し感を感じさせるところであります。はい、それではインテリアを見てみたいと思います。はい、こんな感じになっております。はい、スカッフにもねバッチリアルピナという文字が入りまして、おしゃれ、乗り込みましょう。まずねあのシートなんですけれども、まあ、これはですね BMW のスポーツシートが入っているそうです。ですが、まあ、このアルピナの文字とそれからエンブレムがねちゃんとこうスタッドされているので、めちゃくちゃキャラありますよね。はい、そしてスカッフにもちゃんとアルピナこのサイドシルをまたいで乗り込んでみましょう。はい、というわけでですね乗り込むとこんな感じになっています。もうグラフィックが、まあ、これ BMW 最近そうですよね。こっち側のメータークラスターが、まあ、あのエクステリアで、このはい、メインディスプレイがですねこうインテリアのですね、ちょっとグラフィックが入って、まあ、ようこそという字になってくると、まあ、あのこれあの OK BMW なんですけど、どうなるんでしょうね。 OK BMW なのかな、それとも OK アルピナなのかな、ちょっとやってみたいと思いますけれども、まずですねこのグラフィックのところですね、メータークラスターの中はアルピナ専用のモデルになっています。で、まあ、このですねちょっとこうエンジンかけてみる、エンジンかけてみる前に少し説明していいですか。全体的にブルーのグラフィックになって、まあ、それからあのモデルのですね、この B3 のルックスが浮かび上がるようになって、アルピナという文字が浮かび上がります。まあ、これがですねやはりあのチューナーであり、また独自モデルを作っているというね、あのアルピナの独自の立ち位置を表しているものでもありますよね。あのこの中までやっぱりコントロールするって、あの相当やはりこうパートナーシップがないとできないことだと思いますので、やはりこうアルピナに乗る意義というのがここにあるかなという感じはします。はい、そして聞こえましたか、これ聞こえましたでしょうか、今の音ゴーンって言ってね、本当にいい音鳴るんですけれどもね、これはやはりあのアルピナのあの排気のあのマフラー4本出しが効いてるのかなという感じがします。はい、そしてこちらご覧ください。なんとメーターが340まで切ってある、まあこれもですねあのアルピナであるゆえんかなというふうにも思います。ノーマル280でしたっけしかなかったと思うんですけれども、まあ、340まで切ってあるという感じで、まあ、あとはですね、まあ、ちょっと回転系があったりとか、でも真ん中にちゃんとナビが表示されたりとかして、まあ、ハイパフォーマンスでありながらやはりあのラグジュアリーなモデルでもあるアルピナらしさというのが出ているのかなという感じがします。はい、そしてエンジン音をお楽しみいただいておりますが、それは走りの時にもねご堪能いただけるかと思うんですけれども、こちらはやはりですねあのこのようにはい、おなじみの横広のナビゲーションになっています。でこれの操作なんですけれども、これもまあ BMW と同じですね。あのこのようにですねあのくるくるのボタンがついていたりとか、まあ、あと左右にね、インフォメーションをスプリット分けて表示したりとかいうこともできます。まあ、ここは最新世代の、3シリーズとだいたい同じ感じかなというふうに思います。で、まあ、この辺にもですね、まあ、ショートカットいろいろありますけれども、まあ、最も使うマップとかナビとかは、ちゃんと独立してスイッチがありますし、まあ、これがまあネット関係ですね、つなげて使う系のやつで、まあ、メディアとかいうのはあの音楽の Bluetooth 接続の機器だったりとか、まあ、FM とかだったりとかそういうのを選んだりとかできるということ、まあ、それからまあこれのくるくるは本当にはもう言わずもがなで非常に使いやすいんですけれども、ここにですねあのバッグがあったりとかオプションがあったりとかして、まあ、非常に利便性が高いです。でここのパネル自体が気づいた人はすごいなと思うんですけど、これが通常まああの M
パフォーマンスの M340 とかだと、ここがですね、あのシルバーだったりとかすると思うんですけれども、ここがピアノブラックになっているのもこの B3 の特徴だそうです。なんでこの辺にもですね、このピアノブラックの内装入っているんですけれども、ここにちゃんとエンブレムが入っていたりとかしますね。はい、なんかほらシルバーの、クロスの文字が入ったみたいな、そういうのがここに採用されてたかなと思うんですけれども、ここがアルピナ B3 に至ってはここのようにですね、パネルごとピアノブラックになっているというのも特徴です。それから3000と輝きます、これですよ。はい、BMW アルピナ B3 リムジン008ということなんですけれども、これはですね、3のつく3シリーズベースのモデルで8番目ということもありまして、008というシリアルナンバーが入っております。すごい、これもね、ちゃんと立体的にこうエンボスになってて素敵なんですよ。あ、反応した、戻る、まず都道府県、そしてその後に市町村、OK BMW、 OK BMW でしたね。そうなんだ、まず都道府県、そしてその後に市町村と番地を指定して、はい、というわけでですね、まあデフォルトでは OK BMW になってますけれども、この OK BMW の機能のすごいなというところはですね、他の車載型 AI と大きく違うところは、自分で名前を設定して、自分で好きな愛称に変えることができるんですよね。だから、まあ例えば OK アルピナっていうのを登録しておけば、これは OK アルピナで起動するということができますので、まあこの辺は、まあ、OK B3 でもいいし、まあ、OK ハニーでもいいし、まあ、何でもいいんですけれども、そういうふうにですね、こう呼び名をこう起動するワードをですね、自分で設定できるということが、まあ、このシステムの特徴ではあるので、それはぜひね、個人の方がそれぞれの責任でやっていただきたいなというふうに思います。くれぐれもですね、言いにくい呼び名でやらない方が、早口言葉みたいにしない方がいいなと思います。なぜならば結構言えないので私結構噛みますこれ。はい、それからこちらのですね、上のこう読書灯のユニットも、こちらもこうピアノブラックになってて非常に綺麗なところではありますね。はい、それからですね、ちょっとステアリングに話戻りますけれども、この、まあ、もちろんこれ、このね、ここのエンブレムがアルピナになっているっていうのは、まあ、言わずもがななんですけれども、このステッチもですね、 BMW はクロスになっているんですけれども、アルピナはこのステッチがですね、こう点々になっているんですよね。で、まあ、これはそのクロスのステッチの場合、少し手に引っかかるという理由があって、マウンテンに利便性が高いようにこのように点々にしてますよというご説明がなされていました。で、コミュニケーションカラーがですね、グリーンとそれからブルーなので、下グリーン上ブルーというね、ちょっと凝った色が使われています。でもちろんこうステアリングヒーターもあったりしてね、で中のアンビエントライトもこんな綺麗だったりとかしてね、非常に美しいです。はい、それではですね、リアシートを見てみたいと思います。もう乗るたんびにこのタイヤが目に入ってきて、このタイヤホイールのかっこよさったらないですね。本当めちゃくちゃクラシカルでめちゃくちゃかっこいい。いや、ついこれは乗る前に見ちゃうわ。まあ、なんてことは置いといてですね、乗りましょう。はい、じゃん、すごい気密性高いね。最近の BMW は本当すごいですね。はい、そしてですね、まあアルピナですから、このですね、エンブレムが、ちゃんと、はい、こういう風にね、シートに入っているのも素敵だなという風に思います。はい、というわけでですね、やはりちゃんとキャラ付け、キャラ分けされているなというのも好感触ポイントです。細部に至ってね、非常に美しい、あれこれが、綺麗に配置されているなという感じします。これ意外とね、まあちょっとこう座ってみますけど、このボタンが座った時にちょっと背中痛くないのかなっていうふうに思ってたんですけど、こうやって座るとですよ、意外とどこにボタンがあるかわかんない。あ、すごい、ちゃんとこの背中の真ん中じゃなくて、私の場合ですね、首の後ろの骨ぐらいに来るからつかない。すごい、
これも位置ちゃんと考えてるんでしょうね、もちろん。これなんか背中にこうボタンみたいにこうあってもぞもぞしたら嫌だなと思ってたんですけど、全然干渉しなかったです。びっくりしました。でそしてやはりですね、非常に広いです。まあ BMW はね、あの3シリーズ自体がどん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 大きくなってますけれども、まあそれにしても本当に広いなという感じがします。まあ乗ってみれば本当にね、あの目の前に入るのがですね、まあ運転席の後ろ側だとすれば、え、まあ、あの助手席のダッシュボードあたりとか、またコンソールが少し見えるんですけれども、ここに、まあ、ピアノブラックのアルピナの衣装が入ることによって、あの非常にこうシックでまた落ち着いたような、そんな感じの視界になっています。で、あのこの辺にねクライメイトがちゃんとついているのと、まあ、それから USB のタイプ3のポートがですね2つ、はい、このように足元についていますので、非常に美しいなという感じしました。で今日はあの、ちょっとこう日陰の方でね、撮影させていただいているので、足元見えますか？こんな風にアンビエントライトがね、ちょっとこう、フットライトが入っていて、めちゃくちゃリッチな感じです。こんな感じです。はい、というわけで今日はこちらアルピナの B3 リムジン、内外装と使い勝手ご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。皆さんもぜひですね、販売店の方でチェックしてみてください。次回はいよいよ一般道市場になりますので、皆さんもぜひご期待ください。それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。